日本関東地方神奈川県横浜市栄区犬山町犬山町は横浜市栄区の町名定番を持たない単独町名である住居表示実施済み区域郵便番号は247-0026六。栄区の東部に位置し町の北部に上大中学校と上里小学校東部に新大線商店街があるほかは小建ての住宅街となっている 町内に鉄道はなく、上野町との境の通りを走る JR 根岸線高難田駅及び JR 東海道線他の大船駅への路線バスが利用できる。地名は以前の字より取られている。かつては、イノシシの山と書かれ、南方の矢沢山から降りてきたイノシシを買っていたことからこの名がついた。1939年4月1日に横浜市と近くに編入され、 とつく上里町の一部となった。1971年より宅地開発が行われ、当時は上里大百団地と呼ばれていた。1983年7月18日に上里町より犬山町が分離新設、同時に住居表示が実施された。1986年に分区により栄区犬山町となり、現在に至る。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。